こんにちは、スピルと申します。大阪駅歩いてたらこんな広告見つけました。私の大好きな化け物さんですね。あ、失礼、江頭さんですね。江頭さんを CM に使うとは素晴らしい会社ですね。これは江頭さんを応援する意味も込めてモンストを始めないと。今さら遅い。関係ない、江頭さんはそんなこと言わない。むしろ知るかよって言ってる。ってことでやってみましょ。何々、今はこのガチャが必ず引けるとな。うん、これで一番いいというキャラが出るまでリセマラしたら早く強くなれるね。じゃあその一番いいキャラは。さて、適当にホームページを見ていたらウリエルさんとパンドラさんがいるようです。光か闇か。闇だね、わかんないけど闇だね。ということで、パンドラさん一本狙いです。進化とか神化とかよくわかんないので、どっちが出てもいいことにします。さあ、楽しんでやっていきましょう。簡単な動作説明が終わって、虹玉なるものをもらいました。ガチャのトップから闇属性を選んで。さあ、行きます。江頭さんに捧げる虹色の玉。おお。どれも強そうですね。この中から1体選べるということですね。ちゃちゃ、どう見ても日本人じゃない？サルトビサスケ。女だったか。まあ、いきなりは出ないよね。どんどんやってこう。キャラの紹介とかは省きます。とにかく、江頭さんに玉を捧げる動画です。3回目。4回目。5回目。6回目。7回目。8回目。9回目。10回目。11回目。そして突然事件は起こった。え、ガチャーン。エガちゃんだよね。これはエガちゃんだよね。はい、バッチリ化け物です。これは本当にいい会社ですね。女性客の4割ほどはモンスト辞めたんじゃないでしょうか。これは期待が持てますね。なんてったってエガシラさんですからね。さあ、パンドラさんはどれですかね。アルワズですよね。アレス。これも強そうですね。源義経。聖騎士キラーって、モンスト設定細かくない？ダッキ、操ってますねー。トール、コメントなし。アンソニー。パンドラさんは、そうか。江頭さんに期待はしちゃいけないんだ。さあ、いいもの見れたし、気を取り直して13回目。14回目。
14回目。確定。今、確定って出てたね。通常ガチャのイベントがランダムで出てるのかな？特別なキャラの時の演出。ダッキはさっきの江頭さんの時もいたね。このダッキの特別演出。まあ深く考えず行きましょう。16回目。16回目。18回M。19回目。23、江頭さんに虹玉捧げます。24、エガー。そろそろ疲れてきたー。江頭さんどうにかしてください。25、江頭さん頼みます。ウィー、江頭さんに期待しちゃダメだったー。26、江頭さん、来たよ。26回でやっと来たよ。やっぱり江頭さんに期待するのやめた瞬間に来たよ。ありがとう江頭さん。さあ、江頭さんを見ながらお別れしましょう。最後は江頭さん演出をスローバージョンで流して終わりにします。江頭さんいつも元気をありがとう。ずっとそのままでいてください。では、最後まで見ていただきありがとうございました。皆さん良い江頭ライフを。ちゅうところどころ江頭さんをディスる発言がありますが、愛情ゆえです。YouTube のマイリスに江頭さん語録があるほど大好きでございます。